今日ここに集まれなかった人たちにも、同じようにお恵みと祝福がありますようにお願いいたします。一つ聖書の説法を読みします。詩編123:1-2、あなたに向かって私は目を上げます。天の御座についておられる方よ、私たちの目は私たちの神主に向けられています。主が私たちを憐れるまで、憐れんでください。主よ、この言葉を思い、祈りの言葉として大切に用いましょう。軽く使ってはなりません。祈っても主の応答がないときはいつまで叫んでいなければならないでしょうか。主が憐れまれるまでです。主の祈りをみんなで歌いたいと思います。せーの、天に増します。我らの父よ、願わくは皆を認めさせたまえ、御国を知らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものであればない。アメン。では主体求めます。賛美していきましょう。愛します。
Thank you.
感謝します。いつの時も神様の賜りが本当に変わりません。私たちもその愛を返していけるように昼も夜もずっと祈っていきたいと思います。昼も夜も皆さんにしていきましょう。我が希望の主、thank you.